にちは。どうも。緊張しますね。わかる。え、そう。なんかね、今日ね、そう、コラボ配信のなんかリレーなんだけど、ひなたがね、進行をしてくれるので、はい。お願いします。はい。いきまーす。はい。いきまーす。こんにちは。こんにちは。挨拶って書いてあるか。こんにちは。こんにちは。ですね、今日は NGT48 単独コンサート開催記念日替わりコラボ配信。この時間は、諸橋ひなたと富永優が、電波悪いかな、ゆう。え、ね、電波悪いよね、絶対。聞こえてる？ Wi-Fi 切った方がいいかな。Wi-Fi 切るね。あ、そうかも。うん。悪いよね、電波。え、どう？あ、すごい、ギフトが高い。あ、いいかも。ありがとうございます。いいかも。はい。いきますよ。はい。いきます、もう一度。はい。NGT48 単独コンサート開催記念日替わりコラボ配信。この時間は、ヤヒコこと、諸橋ひなたと、ゆうちゃんこと、富永ゆうがお送りしまーす。イェーイ！パチパチパチ。来ましたね、私たちの番が。やっとね、待ってましたよ。え、止まったよ、ゆう。え？全然。みんな、私一人、あ、動いた。動いてる？やっぱネット環境悪いよ。え？助けて、これ。ゆうかな？ Wi-Fi 切ったよ、ゆう。あ、動いた、動いた。ほんと？Okay。 動きました、動きました。はい。コラボ配信。いきますよ。ですね、10月30日に行われる NGT48 単独コンサートのことを2人でたっぷりと話していきたいと思うんですが、コンサートの配信チケットが絶賛発売中なんですよ。はい。なので皆さん、はい、もうゲットしてくれましたか？どうですか？あ、してくれたかな？そう、この画面のバナーを、このショールーム配信の画面のバナーをクリックすると、はい、NGT48 単独コンサートの配信チケットがですね、はい、配信チケットの販売ページで飛ぶことができます。ショールームでチケットを購入すると、はい、コンサートグッズをまとったオリジナルアバターがゲットできるみたいなので、そちらもぜひチェックしてください。さらに、はい、この配信の最終ランキング1位のユーザーさんにはサイン入りコンサート T シャツをプレゼントします。おお、すごい。私のルームで1位の方は私のサイン、ゆうちゃんのルームで1位の方はゆうちゃんのサインが入ったコンサート T シャツがプレゼントされます。すごい。のでこちらもお楽しみに。お楽しみに。皆さん聞いて、でも絶対出た関係悪いっていう。え、こっちが悪いのかな。え、全然ひなたの方をコクコクしてない。聞こえてる？うん。あ、ほんと？聞こえてる？言うの。よかった。なんかね、聞こえたり止まったり。ほんと？なんでだろう。あ、でも今聞こえた、聞こえた、いい感じ。聞こえました。なんだろう、ハロウィンのギフト。じゃあ、まあ、なんだろうね。はい、いい感じ。はい。どうします？なんか今日何してた？うん、とか2人の関係性とか2人のエピソード、一番の思い出。いい話はさ、めっちゃあるよね。と、うん、なんかあの、うんうんうん、何百回何十回何百回してる話とかだけどさ、2人の話は、うんうんうん、の確かに確かにって言われるとさ、なかなか難しいんだよ、うんうん、どこまで言っていいのか分かんない。ね、ほんとそうだよね。でも、うん、まあ相変わらず私たちは、うん、もうね、一緒にいますね。一緒、どういうことって感じだけど。まあそうです。そう、ね、そう、はい。ご飯もずっと一緒に食べて、なんかだから最近はもうなんか毎日ずっと一緒にいすぎて、うん、なんか家族。え、見えてる？これ。あ、うん。わかるわかる。あー、いいじゃん、ちっちゃいもんの話。ちっちゃいもん前。あー、おいよ、そうじゃん。ね、ちょうど、うんうん、そう、
そうなんですよ。マテリアルカフェさんでは、あの、ちっちゃいもの、お芋だもんの、じゃがいもをね、うん、あの、うん、いただいてて、ミスター&ミセスカフェさんでは、ちっちゃいもん米と、ギブミッドレッドさんでも、ちっちゃいもん米をいただいてます。この間、うん、私とひなたとテラヒナとサラで、うん、ミスター&ミセスカフェさんとあとマテリアルカフェさん行ってきました。あれひなた止まって、うん、あ、うんうんうん、うん、ね、ね、めっちゃ美味しかったよね。うん、美味しかった、美味しかったんですよ。わかる、すっごいおすすめ、皆さんぜひぜひ足を運んでいただきたい、本当に。そう、すごい、お米はね、甘いし、うん、あの、うん、ね、しっかりしてるの。そう、あと、うん、じゃがいももホクホクで甘くて美味しかった。ね、美味しかったよね、なんか大学芋みたいな。そうそう、メニューも、ね、レモンクラブを考案させていただいたんですよ。うん、そう、めっちゃ美味しかった。ね、わかる、美味しかった。ね、ぜひ皆さん。コンサートに来たら一緒に食べていただけたら嬉しいなと思います、はい、足を運んで、そう、ちっちゃいものを、ネット環境悪いよ、ゆうちゃん、ゆうちゃん喋ってるの、本当は本当にゆうちゃん喋ってるのかな、めっちゃ喋って、多分なんか遅れてる、お互いの声が、本当、うん、本当に、うん、あ、大丈夫、あ、やっと今聞こえた、聞こえた、会話で通じてない、はい、じゃあね、そうだよね、そうだよね、そうだよね、うん、いよいよ、はい、ここからは NGT48 と単独コンサートのお話をしていきたいと思うんですけど、はい、ですね、もうあさってです、あ、あさってだ、あさってだ、あさって、もう20分後にはもう明日になっちゃうね、うん、10月30日の土曜日、ときめっせで NGT48 単独コンサート11時半から開演、はい、荻野由香さん卒業コンサート17時から開演、はい、ということでコンサートがね、30日に単独コンサートと荻野由香さん卒業コンサートが2つあるんですけど、うん、ライブまで、うん、コンサートまであと2日だよ、もう20分後には明日になっちゃうんだよ、あっという間だよね、どうですか、ちょっと前まではさ、あ、10月30日かってなんか、うんうん、ね、あれだ、本当に、うん、もうやばいよね。うんうんうん。あっという間すぎるし。待って、ネット環境悪くてなんて。ね、わかる。ね、あっという間だよね。あっという間だしさ、あれだよね。あの。なんて言おうとしたの、ね、聞こえてる、ひなの声、聞こえてるよ、ひなたの声、めちゃくちゃ、ね、あっという間っていうのだけ聞こえた、うん、うん、でもほんとあっという間だよね、あっという間、よし、なに、あ、そうそう、ときめっせのステージに立たせていただくのは私たち初めてじゃん、うん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 、そう、それもそうですね、うん、すごいことだし、うんうん、ねえ、本当に嬉しいよね、わ、うん、かる、ああ動きました、すいません、あ、すごいね、本当にね、うん、みんなすごい行くよとかチケットゲットしたよ、ねえ、嬉しい、コメントめっちゃ嬉しいですね、 ありがとうございます、ね、嬉しいね、え、どうですか、あの準備準備っていうか自分たちのパフォーマンス準備ですか、どうですかね、いや、バッチリですよ、ゆうはどう、バッチリ、バッチリ、バッチリね、どうなんだ、今日もさ頑張ったよね、はい、え、頑張った、今日さ服の、うん、服は今日茶色の服着てたんですけど、うん、茶色の服があの焦げ茶色になるぐらいにあの汗をかきました、見込みました、青にね、今日青にね、いや服の色変わってるよってそんなことある、そう、
まあね、それぐらい頑張ってたってことですね、うん、そうですよね、はい、わかりますわかります。ひなたは？はい聞こえない喋ってる今ゆうちゃん。ひなた？あ？お互いネット環境悪いのかなこれ本当にひなたは？あ、はい、私ですか？はい、いや私もね、私は初めてのコンサートなので、やっぱり NGT に入って初めてのコンサートなので、うん、しかもその初めてのコンサートをあんなに大きなね、ときめっせっていうというところでさせていただけるのすっごいもう嬉しくて、うん、めっちゃ緊張してるんだけど、うん、気合は超入ってますね、わかる。なんかさ、うん、失敗とかさ、うん、ないけどさ、楽しむ準備はバッチリ、うん、ね、いや本当にそう、めっちゃ楽しみ。なんかやっぱりお客さんがいるっていうのもすごいことだし、なんだろう、じゃあなん、うん、だからその景色を見れるのが楽しみだよね。わかる、ね、めっちゃ楽しみ。そうね、わかる、初めて楽しみましょうね、はい、本当にだよ、もう初めて、めっちゃ楽しみ。嬉しいね、わかる、うん、だから余計に最高のものにしたいから、うん、待って準備してますよ。してます、楽しみにしててください、みんな本当にお願いしますはい、で、で、あ、で、なんですかね、あ、まだまだ、あ、でも15分あるもんね。うんうん、じゃあね、もう時間があるので、時間がたくさん意外とあるので、ね、コメント、コメント、うん、質問タイム、質問タイム、だって、なになに、緊張してますか、だって、めっちゃ緊張してる、めっちゃしてる、よかった。本番よりリハの方が緊張する、止まった優雅、嘘でしょ、ファンの人見えてんのかな、え、なんか急にゆうちゃんが早口になった。ねえねえ。ゆうちゃん。ただ皆さん、私のこと見えてますか？あ、見えてるっぽい。ゆうちゃんが早口になった。あ、電波一人で喋ってる？ねえねえ、喋ってるよ、めっちゃ一人で。おもろい。見えないな。ちょっと待って。ゆうがさ、スローモーションになったりさ、早送りになったりしてる。なん、誰かさ、伝えてあげて、緊張してるかどうかっていう。あ、違う、緊張してるかどうか。聞こえた。緊張してます、めっちゃ。そうだよね。いや、ゆうはね、本番や、はい、めっちゃ緊張してます。あ、ちょっと。うん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 。と、ゆうはね、本番よりリハの方が緊張してる、うん。え、わかる、ね、かめっちゃわかる、ね、それ本当にわかる、緊張するよね、リハってマジ緊張するよね、ファンの方に見られてるのと、うん、そういう先生、うん、先生とかに見られてる、うんうん、だいぶ違くて、なんかわかる、そうね、そう、それがよく緊張しちゃって、そうっていうね話ですよ、ゆうちゃん何？大丈夫？え？そんな？ゆうさ、ひなたの子全然通常に見えてるんだけど。ゆうの子。嘘！ひなだけ？言えたよ。ゆうがこんなに。ゆうがね、早口で喋ったり、スローモーションで話したりしてんの。でもゆうの声は普通に今聞こえる？あ、今聞こえてる。今は聞こえてる。聞こえてるなって思ったら急にスローモーションになるの。本当？あ、聞こえてる。今、いい感じに聞こえてる。コメント読んでみよう。皆さん、コメント、質問、ますか？質問とかありますか？うんうん。質問。あ、そうなのよ。ゆうちゃんがまた止まっちゃった。ゆうちゃん戻ってきて。これ、ひなだけなんかな？みんなはちゃんと見えてるのかな？なんでだろう。ひなたはね、全然ひなたの方。なんでだろう。全然カクカクしてないんだよね。あ、ほんと？うん。
二人の当日の髪型はだって秘密ですね。決まってない。決まってない。うん。秘密ですね。決まってない。決まってないんです。秘密だよ。秘密だよ。わかる。ある程度でもさ、これがいいなっていう案は。わかるわかる。何個かねあるんだけど。何何？うんうんうん。何？うん、何？ごめんごめん、ゆうがスローモーションになったから、ごめんごめん、いいよいいよ、続き話して。あれは卒婚の方はまだお話、何が卒婚のお話はまだか。あ、卒婚もね同じよ。あ、バク、あの、じゃあ卒婚の方のお話もしようよ。卒婚のちょっと待って、ほんとにおもろい。ゆうが、ゆうがね、ああこんなーってなってんの。嘘でしょ。え、ひなと Wi-Fi つないで、うわーって言ってんのずっと。え、ひなだけなのかな。でもなんかね、私のゆうのコメント欄ではやひこちゃんの方が電波悪いって言ってるけど、うん、でも多分ひなとのコメント欄ではゆうちゃんの方が電波悪いって言ってると思うんだよね。わかんないけど、私のタブレットが悪いんかな、もしかしたら。どうなんだろう、ゆうが多分最初に Wi-Fi 繋いじゃったからかもしれない。あ、この、うん、あ、でも今聞こえ始めた、また。あ、よかった。あ、また止まった。もう、え、待って、動いた動いた、ちょっと今早動きしてた。動いたと思ったら止まるってやってた。あ、ひなた、これ絶対ファンの方さ、ファンの方今さ、もう私たちのすれ違いをずっと見てるってことでしょ。そういうことだよ。話そう話そう。ゆうちゃん止まらない。そうだね。ねえ、ひなた、サラとの最初で、最初で最後のコンサートだよ、サラと。いや、ほんとそうだよ。ねえ、ひなね、聞いて。これ、はい、私のリハーサルエピソード。はい、どうぞ。なんか、リハーサル中に、うん、マッチで泣きそうになる。サラ見て。ねえねえ、わかる？わかる？うん、ゆう、今日、ちょっと涙したよ。いいな、垂れてはないけど、もう、いつもここ溜まる。マジでやばい。泣ける。なんかさ、辛い。我慢すると、あ、言うだけかもしれないんですけど、これ。涙を、こう、こらえると、こう涙が出るんじゃなくて、その涙だったものがこう鼻水として私出てくるんですよ。うん。そう、だから泣きそうになるたびに鼻水が出てます。そう、わかる。サラのこと言ってると。うんうん。待って、もうスローモーションで今、鼻水って言ってあげる。それはおもろいけど。鼻水がって言ってた。めっちゃおもろい。はいけど。鼻水ね。そうそう、鼻水。鼻水ね。わかる。それはおもろいわ。本当になんかもう、うん、もうサラの背中とか、なんかこう踊ってる時とか、うん、踊ってるサラの背中見るだけでめっちゃなんか泣けてくる。わ、うん、かる。悲しい。別れたくない。お別れしたくない。よみがえる、すごく。なんか初期の、うんうん、ああ、なんかこうだったけどみたいな。なになに、レッスン着が、うん、全然そんな話してない。どうしよう。うん、なになに、レッスン着がどうした。そうです。ダメだな、あ、レッスン着、あ、この話なしで大丈夫です。レッスン着の話、ごめんね、はい、ごめんね、本当にひなと環境が悪くて、いやいやいや、ごめんなさい、こちらこそすいませんね、こっちの本の問題かもしれない。ありがとう。いやいや、全然、全然すいませんでした、本当にごめんなさい。 いつもあと、はい、あとはなんだろうね、なんか私たちに質問ありますかね。なんでも、うん、ならね。マジでさ、何は、いや、本当にもうネット環境悪すぎてさ、ね、何をするにも噛み合ってないのよ。
いや、わかる。ファンの方から見たらどう見えてんだろう、私たちの配信。いや、でも、あれ、漫才見て。申し訳ない。ね。もしかしたら、ユウもっと喋ってんのかな、もう、ひなからしたらもう、うえーってずっと言ってるだけなんだけど。喋ってなんて言ってんだろう、なんて言ってんだろう、もうユウがさ、うわーって言ってるだけなんだよね。なんでだろうね。ユウちゃん、戻ってきて。ユカさんとの思い、うん、なんでだろう。だって、話聞こえる？あ、聞こえた。聞こえた、聞こえた。ユカさんとの思い出はだって。うん。ゆかさんとの思い出、うんうんうん、ある。なんかなんだろうな、でも、うん、あんまりなんだろう、まあお話はしたことあるんですけど、うん、普通に私はゆかさんとはこうなんかくだらないとかを言ったりとか、うん、なんか楽しいよね、ゆかさんっていつもすごく明るいから話しかけてくださるしね、うん、え、声聞こえてるかな、なんて言ってるんだろう、なんて言ってるか分かんないけど、とりあえず何か思い出を話してたよね。そうだよ、思い出。ごめん、本当に。じゃあひなも話すね。はい。ひなはやっぱり初めて会った時に、うん、うん、もう、ま、芸能人だって。ね。わかる。オーラがすごいよね。ね。顔がこう。そう、もう、しかも、その、初めて会った時、ゆかさん、こう、2期生全員分、こう、写真撮りに来てくださったじゃないですか。うん。もう、近くに来て、カメラをこう、向けてくださって、芸能人に写真撮られるって、みたいな。なんか、わかる？あ、めっちゃ、うん、肩めっちゃこうなってた、ゆう。なになに、めっちゃめっちゃお腹が、うん、めっちゃお腹がどうした、で大丈夫です、今の今のなしで、お腹がなになに、いや、なんでもないです、今のなし、わかる、はい、あ、めっちゃなんかあったんだよね、わかるわかる、本当になんか、ま、本当になんか芸能人に会ってめっちゃ感動した、うん、わかる、そうね、テレビ、あと5分、あと5分ですって、ゆうちゃん、やばいよ。もう全く何も話せた。じゃあ、はい、いきますね。はい。すいません。はい。ごめんなさい。いえ、全然。ごめんなさい。はい。では、まあ、ゆかさんとの思い出もお話しできたところで、そろそろ終わりの時間です。はい、この画面の、はい、あ、この画面のバナーをクリックすると、NGK48 単独コンサートの配信チケットを販売ページに飛ぶことができます。はい、ショールームでチケットを購入すると、コンサートグッズをまとったオリジナルアバターがゲットできるので、ぜひチェックしてみてください。それでは、最終ランキングトップ5を発表します。ここで読み上げたランキングを最終結果とします。はい、それではまず、私のルームから読み上げていきたいと思います。はい、いきます。わーい！あ、すいません。いきます。5位、ゆうとさん、ありがとうございます。はい、おめでとう。4位、わーくんさん、ありがとうございます。ます3位、やすはるさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、けいわんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第1位、待って、漢字が読めません。大丈夫？じに、ちょっと教えてあげて。誰か教えて、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 じ、に、に、だ、誰か、誰か、これなんて言うんですか、にっていう感じに、こう、に、あ、にこさん、にこさんかな、にこさん、ありがとうございます。ごめんなさい、間違ってたらすいません。ありがとうございます。はい、ではゆうちゃん、どうぞ。5位からだよね。はい、うん、5位、ヨッタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、突破球さん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、四十からさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、756さん、ありがとうございます。
1位にアットマークありがとうございます。深田家チームエクボさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ただいまお呼びした最終ランキング1位のニコさんと兄さんにはそれぞれのサインが入ったコンサート T シャツをプレゼントします。後日ショールームよりメッセージをお送りするので、ショールームの受信ボックスをご確認ください。はい、では最後に単独コンサートに向けての意気込みを言って終わりたいと思います。ゆうちゃん。はい、初めてのときメッセのステージなので、本当に全力で楽しんで皆さんにね笑顔をお届けできるように頑張りたいと思います。はい、私も初めてのコンサート一生懸命頑張ってみんなに見つけてもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは今日のお相手はやひここと諸橋ひなたとゆうちゃんこと富永ゆうでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。本当にネット環境すみませんでした。すみません、ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございました。